今日はですね、何をするかと言いますと、先日大会がありまして、ランキングが出てたので、ちょっと見てみようかなと思います。ということで、160位でしたね。何人中の160人かわかりませんけれども、706ポイントで160位でした。皆さんは何位だったのか、よかったらコメントで教えてください。ということでね、まあこれを見に来ただけではないんですけども、今日はですね、ちょっと普段あんまり使ったことない武器を使ってですね、ちょっとフリーマッチに行ってみようかなと思います。普段はね、カッパビサーフか一本刀かコンボかドラムビート、この4つのトリックを使ってることが多いんですけど、このねオーガグローブがね、大会で結構ね対面つらかったんですよ。なのでね、ちょっと今日はオーガグローブをね、ちょっと使ってみようかなと思います。まあカードはこのままでいいかなって気はするんですけれども、一旦ちょっとこれでオーガグローブで潜ってみようかなと思います。さあやっていこう、スフィンクスバレーチームバトル、たくさんポイント稼げー、対戦よろしくお願いします。よっしゃー、行くぞー、レディーゴー。よっしゃー、オーガグローブはほとんど使ったことがありませんからね。拳系は基本的に使ったことがほぼほぼないので、ちょっと緊張するんですけれども、あたたたたたた、 KO。 攻撃のなんだろう、スピードが速い感じがするね。ほらほらほら、本当に刀とかもうめちゃくちゃ攻撃が速いんだけど、もうね、オーガグローブ、なんで、拳系はすごい速い気がする、攻撃が。でね、このみなぎるパワーをしたら、よりね、多分速い。みなぎるパワーやってからの、ワイドアタックかな、が一番いいのかな、こうやって、なんかピーピーってやって、みんなやってる気がする。こういうのさ、使ったことない武器とかってさ、結構あるけれどさ、基本的にみんながやってるようなことを真似するのが一番いい気がしますよね。ちょっとみんなギルパワーして、しかもね、バックアタックするとこれアーマーがつくからね、強いのよね。しかもこう後ろに回り込みながらのアーマーつくのはでかい気がするよ。守る、守りますよ。多分落ちちゃってるんだろうけど、落ちちゃってると思うけれど守りますよ。多分そこに行ってもハゲが行かないと思うんでね。あてててててて、いけ、ナイス、あたたたたたたた、あー、うまい、うまい、トルネですね。頑張れ頑張れ頑張れ、負けるな、てん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 、尖ってる、いけー、走れ走れ、巻き棒、追い越せ追い抜け、引っこ抜け、違う。痛いよー、馬でもさ難しいよな。わーとかって言いながらも、さーナイス、クリア、いた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 い、痛いよー。ズボッシュとかもちょっと使ってみたいな、使ってみたいけど、あんま使い方がいまいちよくわからないんだよな、何が強いんだろう。よかったらね、使い方わかる方はバックアタックとか PA とか WA とか書いてね、教えてください。よろしくお願いします。さあ強いですね、 OK。 でもこっちも強くいきたいです。はい、はい、 OK。 そうしたら勝っていきますよ。
ですね、しっかりとゴーストを当てつつの、あいいトルネやってしまいました。トルネが当たりましたよ。みなぎるパワーをやってから攻撃するのが一番いいんですね。拳のさ、裏スペって何なんだろう。なんかみなぎるパワーのイメージがすごい強いんだよね。きたー、あたい最後の最後に1本取られてしまった。ドロマスは、お、何気にドロマスを取っているぞ。1万点も超えている。ナイス、1本マスター。点数はね、1万点以上離れてしまいましたけども、いい戦いができた気がする。対戦ありがとうございました。さあやっていこう、スフィンクスバレーバトルロイヤル、たくさんポイントを稼げ。対戦よろしくお願いします。ということで次はフリーマッチのバトルロイヤルにやってまいりました。レディーゴー。これはね、移動するやつも、ペッて倒したらね、すごい早くね、倒せるようになってるんですよ。で、うまい！うまい！抜刀もね、きついからな、対面が。うますぎる。もう、手も足も出ませんでしたね、今。しかも、あんま使ったことない武器。だから、よりね、より。何もできずに終わっちゃったよ、今。難しいねーとかって言いながらね。いけいけー、まい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 、いけいけーいけー、せい、飛ばしちゃったよ。どうですか、ファインドしませんか。ファインドはしませんね。追いかけてっちゃったけれど、やめておこう追いかけるだけ追いかけてやめてしまいました。へい、これは NA が早いのかな、ワイドが早いのかな、 BA が早いのかな、何が早いんだろうか。あ、来た、バットがうまい。ほバットがうまい、こわ、来た。いやー、ちゃー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 、何もできんのが辛いですね。やっぱね、うまい子はね、無駄な動きがないんだよ。そう、戦っててね、めちゃくちゃ思うの。特に上位勢の子とか、もう動きに無駄がない、あれの動きに無駄しかないからどうしたらこんな動きに無駄がないようなさ、持ち回りができるんでしょうか。あの動きに無駄しかございませんよー。あー、痛いですね。うまい、やばい、やいの、ボコボコにやられてるんだけれど、強すぎます、みんな強いですね。やいの、何もできておりません、何もできておりませんけれども、まあ、いろんなね、みんなの武器のね、強いところ見れておりますからね、まあ、いいんではないでしょうか、いいんじゃなかろうか。いけー、せい、やったー、イノズイズナ落とし、ちょっといいところ見せられた伊豆の落としという、ちょっといいところ見せられたの嬉しいな。だって、待機所でね、ずっと伊豆の落としをね、 CPU にしてたからねCPU にずっと伊豆の落とししてたから、任せて、いけー。待て、 B で上昇ではないのかB で上昇って書いてあったから B を押したのに、何も上昇してくれなかった、誰か言った気がしたが、すいませんね、怖い怖い。とりあえずなんだかんだね、ドローンを取りまくっているから、2位にはなっているけれども、本当は対面がしたい、対面がきつい、動画グローブですからね、対面がしたいですよ。いけーりー怖いっすなー、ちょっと怖すぎるので一旦避けまーす。せい、オッケー、対面がしたいな、あの対面がしたいんですけれどね、よくわからないんですよね、使い方がね、いまいち。オッケー、やったねー、決定、よっしゃー、一本。
ぱね、これゴーストがね、やっぱ強いね。ほら、すごい、ちゃんと回避していく。うわー、うまいなということでね、なんだかんだは2位になることはできたんですけども、まあ、ドローマス取れたからね、強かった。この4人めちゃめちゃ強かった。あやの含まずですがね対戦ありがとうございました。はい、ということで今回は対面きついオーガグローブということで、オーガグローブを使ってみました。普段にあんま使ったことない武器に触ってみたいので、コメ欄でこの武器ちょっと一回触ってみてのんっていうのがあったらコメントよろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それとオーガグローブが得意な方はドローンの早割りとこういう立ち回りっていうか切る方法があるよっていうね、コンボなどありましたら教えてください。それでは